はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうごです。さあ本日なんですが、スピードロイドデッキやっていきましょう。一個言っていいですか？このデッキむずすぎない？このデッキやばいわ。あの無数の展開ルートがありまして、これ全ルート覚えるの多分ね、マジで盛らずに1ヶ月くらいかかんじゃねえかなって思うんですよね。いや本当にむずくて、このデッキなんで、今回はね、先に断っておくんですが、私ね、一番使いやすいルートしか覚えておりません。あとはもうアドリブでなんかなんとなく回します。1個だけめっちゃ強いルートを覚えたので、まあ、そちらをね対戦動画ではご紹介していくんですが、これね、展開ルートがめちゃくちゃ難しい理由は何かっていうと、これね、スピードロイドルーレットっていう不確定のカードが結構初動になるっていうところなんですよ。これどういう効果かっていうと、手札を1枚捨てるとね、サイコロを1回振って、でレベルの合計が出た目と同じになるように、手札デッキからスピードロイドモンスターを2体まで効果を無効にして特殊召喚できますよっていう効果なんですけども、これね、要は出た目によって変わるんですよ、出てくるモンスターが。まあ1はちょっと弱いけど、まあ、2以上ですね、まあ、2とか3とか4とか5とか6とかの場合って、なんかそれぞれに展開ルートが存在しているんですね。でしかも、そこから出してくるこの GOM ガンっていう史上最強のモンスターがいるんですけども、こいつってエクストラデッキから風属性シンクロモンスターを除外すると、レベルの合計が除外したモンスターと同じになるように、デッキからカード名が異なるスピードロイドを2体相手に見せますと。でその中からランダムに1枚選んで、手札に加えて残りを墓地に送るっていう効果なんですけども、これもランダムなんですよ。だからランダム要素のカードが初動になっていて、さらにランダム要素のカードが初動になるっていうことなんで、ランダム×ランダムなんで、もうね、無数にルートが存在するんですよね。だからこれを全てシステム化して覚えるのはとてもじゃないけどね、使い込みまくんないと無理なんですよでそこまでの時間は僕にはないと思ったので、今回はこのベイゴマックス初動のルート、または、スピードロイドで、電電代行が墓地に送られた場合の、ルートのみを私は覚えてきました。まあ、それを対戦動画でやってますんで、ご覧ください。一応ね、ルートの、ね、まとめはね、YouTube に動画上げてる方がいらっしゃるらしいので、まあ、そちらの方の動画とかを見ていただいたりとか、まあ、記事を見ていただいたりとか、そのまとめ記事みたいなのあると思うんですよ、スピードロイドって。だからその辺見ていただくのが一番いいかなと思います。はい、私はかっこよく、スピードロイドモンスターたちを展開していく実況動画としてね、ご覧いただければなと思いますので、その点ご了承ください。はい、で、一応採用モンスターだけ説明していくんですけども、エフェクトベーラーと、ウララとゾウジーはいつも通りっていう感じですね。この辺がまあ手札誘発、先行を取られた時の用の、まあ、防御ですね。で、スピードロイド赤目のダイス、こいつは、まあ、ルーレットとかから出していきたいとか、ゴムガンで持ってきたりとかできるんで、で、2枚入ってる感じですね。デッキから出していきたいんでね。で、オライオン君は、これね、幻獣機、アウロラドンを展開に絡めるんですよ。ハリファイバーは入っちゃうんですけども、オライオンをアウロラドンで出していくことが、まあ、非常にその展開として重要なので、まあ、デッキから出してこれ用に2枚ですね。で、ビーダーマシーン、こいつもね、初動になることがありまして、一応入ってます。召喚成功時にスピードロイド持ってこれるんで、はい。まあ、この辺はね、ちょっとね、細かく説明すると、多分ね、500億円かかるから、軽くいくわ。はい、で圧倒的最強初動スピードロイドベイガマックス、こいつがまあ強いですね。ベイガマックスは自分のフィールドにモンスターが存在しない場合にこのカードを手札から特殊ができるよという効果を持ってるんですけども、こいつ特殊化し、さらに特殊化成功するとベイガマックス以外のスピードロイドを持ってこれるということで、ベイガマックスから、タケトン防具持ってきて、タケトン防具特殊化してタケトン防具をリリースして、スピードロイド全体化を出して、でゴムガン出すっていうのが一応召喚権を使わずにゴムガンを出す史上最強のルートになってますんで、まあ、これを基本的には初動にしていきます。でこいつ結構ねサーチが簡単で意外とできるんですよ。例えば、スピードロイドスクラッチ、これ手札からスピードロイドを墓地送るとスピードロイドを持ってこれるよってことで、まあ、これを持ってこれる、または、この UR である風霊媒師ウィン、こいつは、手札から数属性を捨てると数属性を持ってこれるってことで、これで、ベイゴマックスを持ってこれる。だから、一応ですね、ベイゴマックスに触るカードが、ベイゴマックス自身も含めると全部で7枚あるっていう感じですね。でこいつをサーチするカードも入れると、全部で10枚ぐらいに一応できます。できないのベイゴマックスをね。だからそこまでしなくても、まあ、一応ルーレットでゴムガン出せれば意外といけるんで、だから今回はルーレットが入ってるって感じなんですけども、ルーレットのルートが難しい方はね、もうね、ここね、ウィンを持ってくるね、
モンスターにして、もうなんかそのベイグマックスショーだけで回すっていうのも意外とありだと思う、俺は。うん、で、電電大光は、墓地から除外すると、手札か墓地のスピードロイドを特殊召喚できるっていう効果があって、これで、赤丸ダイスを特殊召喚していくことがかなり多いので、あと、まあ、あのコルクシューとかも特殊召喚できるんでね、なんで2枚、それから、カールターボ、これはあの適当にあの手札から特殊召喚できるチューナーなんで、デレベルさんの結構強いので、この3枚、それからダブルヨーヨーは、墓地のベイゴマックスを特殊召喚するっていうマジで最強のムーブがあるんで、これが2枚、それから、これは、あのアウラルドのルートで使うので1枚、それから、ウィーンもさっき言ったように3枚で、羽出殺ではいいと思うな。で、墓穴抹殺は、先行取ってね、制圧するデッキなんですよ。これちなみにあの結論から言うと、先行で、コズミックブレイザードラゴン と、バロネスっていうモンスターが立つんですよ、あのルート的にね、この何でも向こうが2回っていう史上最強のモンスター2体が立つので、まあ、先行で絶対自分の展開通したいんですよね。なので、墓穴と、抹殺がガン詰めされているっていう感じですね。で、あとはまあ展開に使うんですけど、ブリキの軍曹、それから、コルク獣、ズール、これズールが結構強くてね、ズール、墓地を加えると、墓地のスピードロード回収できるんですよ。だから1回使ったベイゴマックスを回収できるんですよね。だから要は3ターン目以降の初動が確保できるんで、まあ、こいつを巻き込んでコズミックブレイザーを出していくっていう動きを今回はします。で、チャンバライダーはマジで GOM のコストで、マハゴイーターは、チューナーがいると墓地から特殊ができるレベル5っていうことで、これでクリスタルウィングとか出しやすくなるんで、はい、入ってますと。で、クリアウィングとか、ウィンドペガサスとか、クリスタクリスタじゃない、クリアウィングファストとかは、結構簡単にね、あのダブルヨーヨーとなんかそのタケトンボーグとか、まあ、あの赤目のダイスとなんか適当なモンスターとかなんかいろいろな方法で出るんで、レベル7のシンクロモンスターは結構簡単に出る。ただし、あの数属性じゃないといけないんで、まあ、あの数属性が入ってるんですね。で、クリスタルクリアウィング、あ、間違えた、クリスタルウィングは言わずもがな、はい、これ簡単にね出るんですよ。マハゴイーターと、カールターボとかで雑に出るし、結構簡単にね出るんで、まあ、これ2枚くらい入れてもいいかもしれないですけどね、あのちょっと枠がなくて入れないですけど。で、カイトレイクは、あの、圧倒的にマクリフだ。高校でこいつ出すとめっちゃ強くて、このカード以外のフィールドのカードを全部パするっていう、なんかその、ブラックローズみたいなね、効果持ってるんですよね。自分は生き残るんですけど。なので、まあ、こいつはマクリ用のカードとして1枚入ってるっていう感じですね。あと、かっこいい。で、クリスタルクリアウィングも、こいつね、一応ね、出そうと思ったら、ベイゴマックス1枚から出るんですよ。コルク銃絡めてね。なので、1枚入ってます。あんまりこのルートやらないですけどね、基本的にはアウロラドにして、あのバロネスとコズミックブレイズを出していくんで、はい。っていう感じですかね、エクストラデッキは。まあね、全部説明してると、マジで動画2億年かかるんで、はい。なので、今日はこんぐらいにして、ぜひね、対戦をご覧ください。デュエル、スタンバイ。ユーゴじゃねえ、ユーゴだ。俺の名前はユーゴ。あ、ベイゴマックス来てる。よし、いいぞ。これは覚えてきたルートが披露することができそうだな。俺はスピードロイドベイゴマックスを召喚。ベイゴマックスの効果発動。ベイゴマックスは、特殊召喚に成功した場合、スピードロイドモンスター相対を手札に加えることができる。これによりスピードロイド、タケトンボーグを手札に加えていく。そしてスピードロイドタケトンボーグを特殊召喚。ちなみに僕はこのルートしか覚えてません。スピードロイド無数にルートありすぎて全部覚えるの無理でした。そして、レベル3のスピードロイド、ベイゴマックスにレベル3のスピードロイド電電大光をチューニング、実質シンクロ召喚現れよ。ハイスピードロイド JOM ガン。そして JOM ガンの効果発動。 JOM ガンの効果により、俺はエクストラデッキのモンスターを1体ゲームから除外し、この除外したモンスターとレベルが同じになるようにデッキからモンスターを除外し、どっちか1枚を手札に加えるとかいうすげえめんどくせえ効果。このね、どっちが加えるか分かんないっていう、これによってね、ルートが無数にあるんですよ。スピードロイドアクロダイソー召喚。まあ、このルートは確定で、幻獣機オライオンを出せるっていうルートになってますんで、このルートだけ覚えれば意外となんとかなります。なんでかっていうと、ベイゴマックスに、その到達するカードをなんか死ぬほど入れてるんで、俺。意外となんとかなるっていう。そして、俺は、幻獣機オライオンの効果により、リンク召喚に成功した場合に、トークンを3体生成するという効果を持っている。そして、幻獣機アウロラドンの、いや、ハイスピードロイドアウロラドンの効果を発動。自身とトークンをリリースすることによりデッキよりスピードロイドオライオンを特殊召喚。そしてスピードロイドオライオンと、あ、その前に、墓地の効果、墓地の復帰モドージュの効果を発動。復帰モドージュは、墓地から除外することによりフィールド上の数属性モンスター相手のレベルを2個下げることができる。
そしてレベル1となったスピードロイドトークンにスピードロイドオライオンをチューニング、新規の召喚ハイスピードロイドブリキの軍曹、そしてハイスピードロイドブリキの軍曹が新規の召喚に成功した場合の効果はどう。ハイスピードロイドブリキの軍曹は墓地よりチューナーモンスター遺体を特殊召喚することができる。そして、墓地に送られたハイスピードロイドオライオンの効果によりトークンを1体生成することもできる。よし、このルートしか覚えてきてないから、このルートが通らなかったら俺負けだ。いやマジでね、あのスピードロイド多分ね、なんか1年くらい回せないと分かんないんじゃないっていうくらいで、ね、ルートなんですよ。めちゃくちゃむずいよこのデッキ。ああもうジャンドと同じレベルだね。シンクロデッキはね、あの自分で回すのマジできついから、あの使いたい人は本当覚悟を持ってあの挑んだ方がいいね。ああ覚悟とは暗闇の荒野に進むべき道を切り開くことだ。俺はスピードロイド電電大鏡の効果を発動。このカードをゲームが除外し、墓地よりスピードロイド赤目のダイスを特殊召喚、そしてスピードロイド赤目のダイスの特殊召喚成功し効果を発動。自身以外のスピードロイドモンスター相手を選択し、そのモンスターのレベルを2の数値にできる。そして俺はレベル2をもちろん選択し、レベル2となった、ハイスピードロイドマッハゴーイーターにレベル1の赤目のダイスをチューニング、新規の召喚ハイスピードロイドゴルクジュー。そしてコルクジーのシンクロ召喚成功時効果発動。このシンクロスライドしたスピードロイドモンスターの一組が墓地に揃っていれば、そのモンスター一組を墓地より特殊召喚できる。なんていうぶっ壊れ効果。そして赤ブレダイスの効果発動。このモンスターに単一制限がついていない。俺はハイスピードロイドコルクジーをレベル5にしていく。そしてレベル5となったハイスピードロイドコルクジーとマッハゴーイーターでシンクロ召喚。これが史上最強のスピードロイドモンスター、現れよハイパースピードロイドフレッドバルネス。そして、フィールド上にチューナーモンスターが存在するため、ハイスピードロイドマッハゴーイーターは墓地より1ターンに1度特殊召喚できる。そしてレベル3のトークンにスピードロイドトークンにレベル1の赤のダイスをチューニング、新規の召喚現れよハイスピードロイド怪盗ラッパーズール。そして5、4、3、魔法の呪文トップクリアマインド。集いし星が絆を紡ぎ、祈りと共に未来へかける。控えたスピッシュアレデルタアクセルシンクロコスミックプレイザードラゴン。全然スピードロイド関係ねえ、全然スピードロイド関係ねえ。なんかちょっと手が余ったな。とりあえずエンドフェイズの効果、怪盗ラッパゼルの効果により墓地に存在するスピードロイドベイグマックスは手札に外注させてもらうぜ。これが俺の覚えてきたルートの全て。先行はこれをやってベイゴマックスを回収するっていうね、動きだけマジで覚えてきました。はい、後のルールと知るほど多いんで、ちょっとね、僕の手には負えませんでした。本当に漏らずにルートマジで100通りくらいなんじゃないかっていうレベルでなんかルートあるんですよスピードロイドって。だから強いルート覚えればいいかなと思って。このデッキなんかすげえ強いらしいんだけど、回し方むずすぎて、これ使いこなせる人ほんとすごいと思うわ。フラクトールいいだろ、フラクトールの効果、なるほど、無効にした方がいいんじゃねえか。あいつは墓地の送られるとめちゃくちゃアドバンテージが稼がれてめんどくせえ。ハイパースピードロイドフルルトバランスの効果を発動。フラクトールの効果を無効にさせてもらうぜ。残念だったな。よし、まだ俺は何でも無効が1回残ってるぜ。ちなみにこの場面何でも無効が2回っていう場面ですね。あのバロネスで何でも無効とコズミックブレイザーで何でも無効、あ特殊が無効もあるか一応。烈風の結界像、てめえ名前だけはなんかスピードロイドっぽい名前してるやつじゃねえか。なんか烈風の結界像を刺さんなくね、冷静に考えたら。こっち風属性モンスターしかいないんだが。なんなら自分で風属性縛りつけるからね。なんならフルートバルネスの効果は、発動せずにあのバックを吹き飛ばさせてもらうぜ。そうなんだそれ。さあなんだそのカードは。あドライブリゲードランデブいいだろう。一発ベイゴマックスでいいか。スピードロイドベイゴマックスを召喚し、ベイゴマックスの効果を発動。ベイゴマックスの効果によりデッキよりスピードロイドモンスター相手を手札に加えることができる。これにより手札に加えるのはもちろんそう、スピードロイドタケトンボーグ。そしてスピードロイドタケトンボーグを特殊召喚。そしてスピードロイドタケトンボーグは自身をリリースすることによりデッキからスピードロイドチューナー遺体を特殊召喚することができる。現れろスピードロイド赤目のダイス。そして赤目のダイスの効果を発動。赤目のダイスの効果によりスピードロイドベイグマックスのレベルを6に変更していく。そして
墓地に存在する羽子板の効果発動、羽子板を墓地から特殊召喚。そしてレベル6のスピードロイドベイゴマックスにスピードロイド赤丸ダイスをチューニング。輝く翼は新速となり天地を照らせ、現れろ漆黒の召喚。レベル7クリアウィングファストドラゴン。そして俺はスピードロイドカールターボ手札より特殊召喚。そしてレベル5のハイスピードロイド、マハゴイターにレベル3のカールターボをチューニング。神聖なる光蓄えし翼きらめかせ、その輝きへ敵を撃て漆黒の召喚。イデオクリスタルウィング漆黒のドラゴン。かっこいい。俺の名前はユーゴ。ユーゴじゃねえ、ユーゴだ。俺は墓地に存在するスピードロイドモンスターをゲームから除外し、スピード上の活動性モンスターの打点を800ポイントアップ。行くぜバトルフェイス、行くぜ。レッペのクリスタルスイッチ。そしてバロネスブレードちょっとダセえ、バロネスの攻撃ゲームダセえ。先輩のウィングファストスラッシャー。もう一回言っておくぜ、俺の名前はユーゴ。ユーゴじゃねえ、ユーゴだ。さあお相手の方は、俺の名前はユーゴ、言っとくぜ、ユーゴじゃねえ、ユーゴだ。ユーゴさん、アレイスター、何、ちょっと一旦カルラでちょっとすびきやめて、すびきだけやめて、すびきだけ本当にやめて、あの召喚マジすびきだけ本当聞いてないから止まってください、お願いします、お願いお願いします、お願い、よし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 、バカがやスピードロイドルーレット、やべえマジでこれむずっ。スピードロイドルーレットなんかさ、これさ、このカードむずすぎんだよな、ちょこのカードのルート覚えてねえんだよな、ちょっとアドリブで行くしかねえ、このカードのルート無限にあって強っ強すぎない、ゲボ強いんだけど。スピードロイドでんでん大鼓、いやもう知ってるルート行くしかねえな、知ってるルート行った方がいいんだこれ、ちょっと待ってくださいね、スピードロイドでんでん大鼓とこれはベイゴマックスかなんかでいいのかな、ベイゴマックスでいいか、これはベイゴマックスでいいな、これマジで俺このルートしか知らんす、知らないっていうか勉強しないんですよ、このルート以外ちょっと履修しないんで、はい、このルート以外の、質問は、お控え願いますそんな実況者おる、かっこよ、かっこよさそうと思ってスピードロイド組んだらさ、ルートなんか死ぬほどあってさ、こんな覚えきれねえよってなって投げたんだよねこのルート以外、このルートはめっちゃ、まあ言うてベイゴマックスとでんでん大鼓を、まあ、墓地に送りながら、ですね、なんだっけ、赤丸ダイスと吹きも同時にアクセスすればいいっていうね、このルートね、このルートがね一応ね一番覚えやすかった俺の中ではね、レベル1の赤丸ダイスと吹きいも同時を選択して、でこれでまあどっち来てもいいんですよ、これはどっち来てもバロネスとあいつは出せるから、はい、はい、でこれはね、ワンドロー入るからお得なパターンね、で吹きも同時の効果召喚成功したらデッキトップを、デッキトップを活属性のモンスターの分見て、その中からカードを1枚手札に加えていこうか、そして2体のモンスターで現状級アウロロドを出していく、はい本当にねスピードロイドのねルートマジでやばいですよ、本当にルート多いですか、スピードロイドで、まあ、そもそもまず目が、まあ、2から、まあ、1はちょっと弱いけど2から6まで出た場合でまず5パターンあるでしょ、でしかもそこから除外した、ゴムガンで除外したモンスターで何が加わるかによってかける2されるんですよ、だから2、5、まずそこで10通りあるんですよ、10通りあるんですよ、まずそもそもスピードロイドのルーレットだけで10通り覚えなきゃいけないです展開を、無理じゃんそんなね脳内のメモリー残ってないんです俺、もう30超えて物を覚えられなくなってるこの段階で、まあ、このルートだけはもうめちゃくちゃ覚えたから頑張って、なんか何もせずになんか手が勝手に動くようになってきたけど、このルート以外覚えらんねえからマジ10通りだよルーレットだけ でしかもさらに手札の組み合わせによってもうちょっと手札の展開が増えたりとか、あとベイゴマックスのルートもあるからね、やばいから本当に、ベイゴマックスのルートだけでもなんか4通りくらいあるらしいの、なんか多分ね全部で覚えなきゃいけないルート多分20通りくらいあるんですよこのデッキ、はい、マジでやばいです、マジでやばいっていうことだけ言ってくわ、まず1
旦ここでレベル2のレベル3の幻獣鬼頭君にレベル2のオライオンをチューニングしていく。はい、スピードロイドマッハゴーイート、そして、墓地で存在するスピードロイド電電大光の効果と、電電大光はこのカードをゲームから始まったことにより手札また墓地からスピードロイド中の相手を特殊召喚することができる。これによりスピードロイド赤丸ダイスを特殊召喚、そして赤丸ダイスの効果を発動、特殊召喚に成功した場合スピードロイドモンスター相手のレベルを2の数値にできる。これによりレベルを2に変更していく。そしてレベル2のハイスピードロイドマハゴイターにレベル1のスピードロイド赤丸ダイスをチューニング、真空召喚ハイスピードロイドコルク中、そしてコルク中が真空召喚に成功した場合の効果を発動。このカードは真空召喚に成功した場合、真空スワンにした一組を墓地より再び蘇らせることができる。冥界の扉を突き破り現れよスピードロイド赤丸ダイス、そしてハイスピードロイドマッハゴーイーター、そしてマッハゴーイーターの間違えた、スピードロイドコルク中のレベルを5に変更していく。そしてレベル5のマッハゴーイーターにレベル5のなんだっけこれ、コルク中をチューニングしていく。真空召喚ハイパースピードロイドフルドッパロです。これが史上最強のスピードロイドモンスター。そして、バロネスの効果発動、フィールド上のカードを一番の選択肢、そのカードを破壊する。そして墓地で存在するハイスピードロイドマハゴーイーターの効果発動、このカードが墓地で存在する場合チューナーモンスターが存在していれば墓地より一旦一度特殊召喚できる。そしてレベル3のハイスピードロイドトークンにレベル1の赤目のダイスをチューニング、シンクロ召喚ハイスピードロイド怪盗ラッパズエル、そしてレベル5のハイスピードロイドマハゴーイーターと、レベル4のハイスピードロイドカイトーラッパズルにレベル3のブリキの軍装をチューニング、トップクリアマインド集いし星が絆を紡ぎ祈りと共に未来へかける、光さスミッシュラメデルタアクセル進行コスミックブレイザードラゴンかっけえクソかっけえクソかっけえマジでやべえ。あとこっから履修しないルート入った、ちょっと待って、ここからどうすればいいのこっからどうすればいいんだ。これだってあれ間違えたな、これ持ってくるの間違えたな、これなんで俺竹とんぼなんかカールタン持ってきたんだ、ちょっと待って、これレベル6もなんかデッキなんか入ってないんだけど、間違えたまあいいか、いやもうなんか千打点出せば勝ちだろこれ。シンクロ召喚する必要性すらねえってこと、つまりスピードロイド電電大光次のターンだと考えたら出しよっか。はい、でこれはペンデラムスキルにセッティングするだけだから、これバトルします。はい、バトルフェーズで、はいはいはい、オーケー、よし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 使いこなせるようになりたいっていう気持ちはあるんだけど、多分ね、このデッキね、1ヶ月ぐらいね、ずっと使ってないと多分ね、これ使いこなせるようにならないと思うわ。ぜひね、皆さんはね、使い込んでいただきたいなと思うんですけども、私ごとで恐縮なんですが、竜実況チャンネルって結構毎日動画出してるんですよ。で、毎日動画出してるとね、どうしてもね、その1個のデッキに対して、そのかけられる時間っていうのは限られてまして、その一つのデッキをずっと使ってらんないんですよね。要は新しいデッキを組んで動画にしていくというスタイルでやってますんでね。なんでね、そのデッキのなんだろうな、連動回し方意外と足らんっていうことがありまして、もうスピードロイドに関してはもうものすごいね練習量多分必要なんですよ、このデッキ。さすがにね、全部をね覚えてる時間はね1日では足りんね。このデッキ多分使い続ければね、1ヶ月とか使い続ければ多分ルート分かってくると思うんだよね。なんか身についてくると思うんだけど、ね、とてもじゃないけどね、竜実況チャンネルでは使いこなせないっていうことだけは言えるわ。っていうことだけ言ってきます。皆さんは多分ね、ある程度時間全然あると思うので、そんな1日なんか毎日動画出さなきゃいけないとかないですから、ぜひ ねスピードロイドを使い込んでいただきたいというふうに思ってます。はい、私のように一夜漬けで1個のルートだけ覚えてなんかテストに挑む受験生みたいなことせずに、はい、アーティファクトダグザ、ハリーファイバー、これはですね、負けですね、これはですね、おそらくですけれども、バロネス・デッサイズと言われている史上最強の動きが見れるんじゃないかなって思ってるんですけど、さあダグザの効果発動していく、なんか効果発動すると、デッキからアーティファクト
カードを、セットできるっていう効果ですね、はい、ダグザの効果によって。でハリファイバーは、除外してシンクロチューナーを出してこれる。でここで出てくるのはおそらくて、あ、まあまあまあ、ワンダーマジシャン、はい、でワンダーマジシャンからのダグザからの、はい、デスサイズセットされていく。そしてスピードロールーレットの効果によって3が出ていく。なるほど、3も履修してねえけど、3履修してねえな3履修してねえな、3履修してねえけど、まあでも特殊ができる。これいいか、こうだな。でワンダーマジシャンの効果を発動していく。デスサイズが破壊されると特殊召喚できて、特殊召喚成功すると相手はエクストラ敵からモンスターを特殊召喚できない。信じられな。おう、そしてテックジーナスワンダーマジシャンの効果によって、シンクロ相手メインフェーズにシンクロ召喚をすることができるという効果。そしてフルートバラネスをシンクロ召喚、おうデスサイズバラネス完全に無理。エクストラデッキからモンスター出せんかったらそれは無理だろ何デッキだと思ってんだよ。シンクロデッキだって言ってんだろ、ふざけんな